どうもミルキー塩です。よろしくお願いします。ということでね、人の命を救ったかもしれない話ということで、実はですね、これマジな話ですね。人の命を救ったかもしれないんですよね、未然に。この前ね、バイク乗ってたんですよね。バイクを乗ってて、で何気なしにね、前に止まってる車のね、見たらね、わかりますかね、後ろのボンネットがこう、車の後ろがこうちょっと出てるっていう、なんか足乗せるみたいな場所みたいなね、足乗せたらダメだと思うんですけど、なんていうの、後ろがこう丸っこくなって、ほんでちょっとこう出てるみたいなね、足が乗せれるぐらいのスペースがあるとこあるんですけど、そこがね、なんかこうゴム状になってるね感じの車があって、あれなんやろうね、外車かな、わかんないですけど、ほんでそのね、ゴム、車の後ろのボンネットみたいなね、バンパーみたいなとこがゴムみたいになってね、そのゴムの溝にね、こんなでっかいね、ボルト、こうなんか締めていくやつね、ボルト、でっかいボルトがポンってね、乗ってたんですよね。と思って、これ危ないんちゃうと思って、でしばらくしたらまたブーンって走り出してね、で僕もブーンって走ってね、でまた信号で止まってね、近づいて見たんですよ。やっぱりこのでっかいボルトなんですよね。これもしスピードとか出して、あとダウンとかなってね、ポンってボルトが落ちたら、その後ろ走ってる、まあ僕とかバイクとかね、転ぶんじゃないかなと思って、そのボルトを踏んだら、車とかもしそれを踏んだら、こうキーってなってね、バーってもう事故になるんじゃないかなと思ってね、これ言ってあげなあかんと思ってね、勝手に飛んのもなんか危ないというかね、危険やし、なんか怒られそうなんでね、その運転手さんに言おうと思ってね、でバーってね、信号、赤信号の時ね、回り込んでね、運転手さんの方にね、回り込んでね、後ろのボルトって言ったんですけど、外車か、反対側あったんですよ、運転席が。ね、すぐ窓でね、すぐそこにいたらね、そこでって言うんですけどね、こう、喋りに行った窓の反対側に運転してて、ちょっと遠くてね、ほんで、バルターって言ったんですよ。ほんだ、多分、謎のね、ヘルメットの人が、なんか言ってるから、ビクってされて、ほんで、すいません、って、メットの穴、ガラガラ、ガリガリガリってやつとってね、ボルトって言ったんですよ。ほんだ、その運転手さんもめっちゃ警戒しながらね、みたいな。で、車の後ろって言って、ほんなら、車の後ろみたいな感じで言ってるんですよ。ほんで、ボルト乗ってますみたいな、言ったら、トマトって言って、いや、トマトじゃ、バルター、僕も多分ヘルメット脱げばよかったんですけどね、もうヘルメットかぶったままやったから、多分聞こえにくかったんですよね。バルターって言ったら、トマトって、なんでトマトやねんって言うね。トマト、車にトマト乗っかってたら、イタリアのトマト祭り行って、トマト乗っかってぶつけられて、そのまま来たんかいっていうね、感じですけれども、バルターって、バルターって言って、トマトってなんかしりとりみたいになってね、いや違うバルトっつってバルトってそうバルト乗ってるって言って、ほんならやっと通じるね、向こうがバルトっつって、ほんでやっとウィーンって開いて、ボルトって言って、ボルト乗ってまま、そういえば乗したまま忘れてたみたいなね、もう窓開けてくれやっていうね、多分なんかね、やっぱこう煽り運転とかね、変な人もおるからね、まあ開けなかったんでしょうね。それはもう正しいですよ。それヘルメットをかぶってる人がずっとなんか言ってますからね。それは窓も開けないですよ。で窓開いてね、ボルトっつって、ボルト上乗ってますよって、ありがとうって、で降りていって、ね、ボルト取って、ありがとうね、ごめんねっつって、イエイエイっつってね、ブイーンって言ったんですけどね、危なかったですよ。あれ僕がもう勇気出して言わなかったらね、もう大事故になってたかもしれないですよ。本当マジな話で、やっぱね、いいことって、すると気持ちがいいですよね。はい、長くなりましたが、はい、まあこういいことっていうのはですね、非常に勇気がいることですけれども、その勇気を出すことによってですね、大いなる、人助けになることもあるかもしれません。はい、いい話でした。どうもありがとうございました。